境、再び貴様らの存在を抹消する。警戒しよう。即戦即決と行こう。始めるか。くだえ。ああ、ルールは破るためにある。即戦即決と行こう。くだえ。軟弱で愚かな人間どもめ、どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。カリアと戦っていたはず。どうしてここに。前回ここに来た時、ナヌークは俺をちらっと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが、シルバーミーン26名が犠牲に。続けろ、ジェパード。私には分からないのです。犠牲になった兵士たちが本当に死んでしまったのか、ボロボロになった彼らが劣界の中でさまよっているところをこの目で見ました。あの中での出来事は世の摂理から逸脱している。狂っていると言っても過言ではありません。大守護者様、恐れながら申し上げます。現在の状況が続けば。分かっている、ジェパード。もうよい、下がれ。ためらってるの、カカリア。あんたもずっと待ち望んでたんでしょ。この檻を出て自分の目で街を見てみなよ。これ以上私たちに失うものはある。先人たちの努力が、彼らが終えられなかった研究がついに実を結ぶんだよ。私に正体を一つ任せてほしい。きっと性格を見つけてここを救う方法を。冷静になれ、セーバル。冷静？何を言って。シルバーメイン、ミス・ランドゥーを連れて行け。彼女は疲れているようだ。彼女の研究室を差し押さえ、全ての研究員を拘留するように。彼らが行っているのは違法な研究だ。
からそんなに冷たくなったわけ。セーバル・ランドゥ、貴様はかつて私の最も大切な友人だった。しかし約束した新しい世界に彼女の居場所はない。カカリア様、モンスターがこちらに押し寄せてきます。ここは危険すぎます。愚かで卑しい。はい、何かおっしゃいましたか。誰にも理解できない。私以外誰にも。彼らには目があり耳もあるというのに、見えない、聞こえない。愚かな意志を糧とし、彼らの愚行と恐怖を許すのだ。お母様、やはり私には理解できません。烈海の侵食はすでに下層部まで広がっています。シルバーメインを撤退させてしまったら、下に残った人々はどうやって身を守ればよいのですか。彼らの安全は自動騎兵が守るだろう。最も重要な防衛線はここだ。上層部が陥落すれば地下も瞬く間に滅びる。地上の防衛線は絶対に守り抜かなければならない。これが選択だ、ブローニャ。リーダーとして貴様は選択する勇気を持たなければならない。貴様と私たちにはさらに重要な使命がある。いつの日か貴様も選択を迫られることになるだろう。さらに重要な使命。今はまだ早い、ブローニャ。まだ早すぎるのだ。その時が来ればおのずとわかる。都市が泣いている。孫悟の力が消えている。最後の最後に私たちは性格の意志に抗いきれなかった。そうだ。だが私たちに彼女を責める権利はない。この700年間烈海は刻々と広がり続けてきた。私たちが後継者に残したものは信念でも富でもなく、果てしない絶望だけだ。損をすると誓った故郷が目の前で少しずつ消えていく。それは拷問以外の何者でもない。それに加えて、あの振り払うことのできない人の心を惑わすささやき。どんなに強い意志を持っていても揺らぐことは避けられない。遅かれ早かれこの日はやってきたのだろう。アイオーンのカゴは私たちから離れる運命にあったのだ。Thank you.
過ぎないというのに、頑なに世界の運命を背負おうとする。それもいい。これ以上私たちに失うものなどあるだろうか。試してはならないことなどあるだろうか。琥珀の輝きに触れるがいい、開拓者。あなたの中にある孫悟の意志が、かのアイオーンの目に留まるほどのものかどうか、確かめ。動かないでね。今祝福してあげるから。言うことを聞かないのは悪い子よ。命の重みを味わいなさい。クローラ、勇気を出さなきゃ。気をつけて、スバローグ。殴ったね。エレシコ。ランス、戦闘準備。注射の時間よ。重傷ね。平気よ。エレシコ。逃がさない。うちのとっておきを食らえ。
殲滅開始。俺が守る。殴ったね。クラールから離れろ。うちに出くわすなんてついてないんで動かないでね。今祝福してあげるから。言うことを聞かないのは眠るといいわ。クラーラ、勇気を出さなきゃ。隠れろ。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローグ。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。逃がさない。エレシコ。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。命の重みを味わいなさい。殲滅開始。うまい。エレシコ。殴ったね。旧世界が崩れる。クラールから離れろ。逃がさない。動かないでね。今祝福してあげるから。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった、ありがとう。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。お注射の時間よ。重傷ね。怖くないんだから。隠れろ。助けて、スバローグ。フッ、大丈夫。エレシコ。殴ったね。はっ、エレシコ。逃がさない。うちに出くわすなんてついてないね。命の重みを味わいなさい。クラーラ、勇気を出さなきゃ。殲滅開始。殴ったね。難攻不落。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。眠るといいわ。逃がさない。希望を奪わせない。クラールから離れろ。殴ったね。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。
隠れろ。ランス、戦闘準備。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローグ。唯一の救い。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。重傷ね。クラーラ、勇気を出さなきゃ。殲滅開始。性格の力は私と共にある。貴様ら、旧世界の崩壊を前に死闘しているだけに過ぎない。偉大なる新世界を築く。逃がさない。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。うちがいるんだから負けないよ。命の重みを味わいなさい。弱き者のために。殴ったね。エレシコ。隠れろ。ほら、眠るといいな。この手で偉大なる新世界を築く。クラーラから離れろ。逃がさない。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローグ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。殲滅開始。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。大地を割れ。動かないでね。今祝福してあげるから。言うことを聞かないのは悪い子よ。薬を飲みましょう。エレシコ。間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった、ありがとう。唯一の救い。クラーラ、勇気を出さなきゃ。気をつけて、スバローグ。
たくないでしょ。この手で偉大なる新世界を築く。平気よ。クラールから離れろ。うちがいるんだから負けないよ。怖くないんだから。騙されたのか。ダメ。そのことは未来を約束した。そしていずれ全てを飲み込む。終わったわね。お母様、あなたは夢から覚めることはできましたか？今回の開拓、本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げたね。でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は二人が封印してくれるそうだ。さすが。これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく止まるはがたし。性格が封印されれば寒波は徐々に収まっていくだろう。だがこの世界の劣化は急激に広がることもなければ忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は彼らの努力次第だろうな。みんなありがとう。ありがとう。でも私は大丈夫。心配はいらない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。そんなことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ。それは絶対にダメよ。ゼーレ、私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればたとえ嘘だと分かっていても希望を抱いて眠ることができるから。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。
守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのか、わからなくなるわ。お母様は、ベロブルグを損護するために犠牲になった。天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そうして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。でもみんなの言うこともちょっとは理解できるよ。私は剣走者を信じる人たちを守らなければならないの。多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら、過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて、私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上、私は甘い幻想を捨て去る必要がある。ごめんなさい、ツエレ。あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん。どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ、前に約束した通り、上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼーレ、あなたは性格が封印されたことを仮想部のみんなに知らせてくれる？もうすぐ封鎖は終わると、自由に呼吸できるようになると伝えてほしいの。私に任せておいて。きっとあなたも首を長くして待ってるはずよ。あなたが取り継いでくれるなら、私も安心して行政区に戻れる。ジェパード受衛官とセーバルさんに伝えないと。ちょっと大丈夫？どうしたの、ブローニャ。どこか具合が悪いの？私は大丈夫。早く動かないと。でもすごく苦しそうだよ。どうしよう。あんた何か考えはない？
わかった。忘れるところだったけど、あんたたちまだ指名手配されてるんだったわね。私は仮想部の人間だけど、あんたたちほど目立たないでしょうし。それじゃナタへの報告はあんたたちに任せるわ。ブローニャのため、ううん、ベロブルグのために、あんたたちも秘密を守るのよ。ねえ、さっき急にかっこいい武器を持って戦場に現れたけど、一体何があったのかちゃんとうちらに説明してくれない？ありがとう。でもそれじゃ答えになってないんだけど。彼自身よく分かっていないのだろう。今回が初めてじゃない。宇宙ステーションで終末獣と対峙した時も同じようなことが起きていた。ナヌークに一別されたことは覚えているか？今まで性格は壊滅と関係があると考えていたが、どうやらそんなに単純な話ではないようだ。一度ベルトさんに相談しなければ結論は出せない。まずは今やるべきことを終わらせよう。姫子さんとベルトさんが性格を処理している時に邪魔をするのは避けたい。この件について話すのは列車に戻ってからだ。うん、そうだね。一度やると決めたことは最後までやり通さないと。早くナターシャを探しに行こう。大丈夫？どこか痛いの？めまい？力が入らない？それとも…なんて言えばいいかわからないの。ただ全身がすごく寒い。はあ、そんなの当たり前じゃない。ここはとんでもなく寒いんだから。はあ、早くここを離れましょう。でないとあなたまで凍えてしまう。平気よ、私は丈夫にできてるな。ほらちゃんと捕まって行きましょう。危険指数上昇、前方にターゲット出現。